はじめましての方も、はじめましてではない方も、しっぽと申します。よろしくお願いします。今日は普段は大体一人でやってるんですけど、今日は旦那が手伝ってくれるということで、オリジナルを4曲とカバーを1曲、やらせていただきたいと思います。では1曲目が虹のようにという曲です。
次の曲にはアゲインという曲です。してるのよ、これでも。そう、まあ、なんかね、どしっと座っとおけね、ガタイがいいけね。そう、緊張してない風に見えるかもしれないけど、してるのするんだ、うん、ね、そこ笑っていいとか笑えば痩せたからって、ちょっとそうなのね、31キロまで痩せたからね。
横でツンツンつつかれるんですよ。いやね、いきます。じゃあ道という曲を。誕生日おめでとう。
いやだ、半分じゃねえし。まだだね。あ、ひろし君に7月誕生日でした。おめでとう。いや、アンマーとしてるの最近ね、暑く、もう本当に毎日暑いんで、旦那がね、ベースを弾いて手汗をかくと言って、では滑りが悪いからっていうことで、今シッカロールを使って手汗ってそんなに出ないよねと思って、なんか今すっごい私が手汗かいてるんですけどなんだこの緊張感。この間悪いっすよ。そうね。はい、月越えを見てる。
まだ時間そんな経ってないよ。気のせいです気のせいです。いや実はですね、あの昨日うちの家って階段石段を23段登らなきゃいけないんですけど、降りるところでですね、寺か、あそう寺です、寺、はい、あのみんな信じに来てください違うって、あの最後の1段で踏み外しましてこけたんですね。で左足をしこたまひねっておりまして、多分退去にも時間がかかるので早めに開けようと思ういうことはないんですけど、まあ、とりあえずかなりひねったみたいで、痛い、今は痛み止め効いてるから大丈夫かなと思いつつ今やってます。頑張れ、大平さん本日は呼んでいただいてありがとうございました。でもこのコロナ禍の中でですね、本当になんかまだあれはないけど、なんかすごいですよね、今数が1万超えとかいうので、もう毎日実は怖い状態なんですけど、まあでもとりあえず今まだなってないのでということで、ということで、どういうこと、着地してないの、ね、私 MC 苦手なんですよね代わりに喋ってって言ったじゃん、嫌って言うんですよ。健康に気をつけて日々お過ごしください。もう本当暑いんで気をつけて過ごしてください。この後も素敵な方が、ね、いっぱい出られるので、私あの後の方にお任せしたいと思います。じゃあ最後の曲はカバーで、中島みゆきの明日という曲を。
ありがとうございます。